HSP と人混みについてお話ししたいと思います。HSP の大きな特徴に、大きな音、強い匂い、強い光、人混みが苦手というのがありますね。自然の中に出かけるとそれはまた違ってきますが、街中、人混みの中に出かけると、この特徴たちが私の体力をどんどん奪っていきます。私は長時間ショッピングモールや人混みの場所へ出かけると分かっているとき、イヤホンを持って出かけます。どんなに周りがガヤガヤしていても、イヤホンで自分の聞き慣れた音楽、耳慣れた声などを聞いていると、外の雑音で気が散漫するのを防いでくれます。たまに何も聞いていなくてもイヤホンをする時もあります。最低限隣にいる彼の声だけが聞こえればいいので、ただ外界の音に少しミュートをする感覚でイヤホンをつけます。部屋に差し込んでくる太陽の光は好きですが、外で太陽の光を浴びるのは私はエネルギーを消費します。疲れやすくなります。屋外にいる時や運転をする時はサングラスをします。気がめいっていたり、ひどく疲れているときは、買い物のとき、店内でもサングラスをつけたままのときもあります。人混みや街中のものや色のごちゃごちゃは見てるだけで疲れてくるので、自分が歩いている方向しか見ないようにしています。以前にも動画でお話ししたことがありますが、人の視線が気になる人は実際見られてる気がすることの割合が大抵なので、自分の気のせいだと頭で唱えて自分の歩く先の方向だけに集中します。どうしても気になったら少し通り過ぎた時に振り返って、ほらやっぱり気のせいだったと自分に実証します。安全と目的に支障のないようにですが、目が悪く、眼鏡をかける人、コンタクトをつける人は、逆にかけない、つけない、で出かけると、人と目が合ったかどうかもぼやけてはっきりしないので、気にならなくなります。逆に目が悪くない人は、伊達眼鏡をかける、帽子をかぶるなどで、自分の世界を作ることもできるでしょう。私の個人的な見解ですが、フードをかぶって歩いている人は、自分の世界を守りたくて、外界と少し隔たりを作ろうとしているタイプの人じゃないかなと思っています。以前にも動画で話しましたが、エレベーターの中や個室タイプの ATM から前の人が出てきたばかりで自分が次に入る場合は息を止めます。苦手なタイプの人が前から歩いてくるのが見えた時や、スーパーの鮮魚コーナーのそばを通り過ぎる時は息を止めます。私は普段マスクをつけないので、この数ヶ月で毎日つけることに今やっと慣れてきましたが、マスクは外からの匂いで受ける刺激から守ってくれるのにも、自分の表情を隠すのにも大きく役立つと気づきました。知らない場所、知らない人の多い場所へ行くときは、生肌を外気に触れさせたくないので、露出の少ない服を選びます。私の場合、大切な髪をそうした場所の外気に触れさせたくない、匂いをつけたくないので、そういう場所へ出かけるときは髪を結んで出かけます。私は基本的に洋服がすぐ古くならないように、着るたんびに毎回洋服は洗濯しません。普段の仕事やお出かけで着ていた洋服は、一晩部屋の中にドアにぶら下げたりして干して、自分の部屋の匂いや空気になじませてから翌日、その服はクローゼットの中に戻します。嫌な場所へ出かけた服は全然汚れていなくても、その場所に数十分、数時間いただけでも即洗濯機に入れます。運転の時は嫌なバイブを放っている地域を避け、遠回りをしたりします。苦手なオーラを放っている人を見つけたら、視界に入るだけでその人のオーラが自分の体に入ってくる感じがするので、視界に入れないようにします。気づいてほしいのですが、あくまでただ気がするだけなのです。自分にしかわからないセンス、感覚なので、同じ感覚を持っている人、体験したことある人にしか理解するのは難しいかなと思います。エンパス寄りの方はもっと強い感覚、シックスセンスを持った方もいるでしょう。匂いや光や気を避けるのは第一に自分を守るためなので、他人に嫌味を言ったり暴言を吐いたりあからさまに避けたりは当然しません。
例えば視界に入れたくない人に話しかけられても当然きちんと普通に返事を返します。自分の中だけで起こっている感覚なので、わからない人に無理やり理解させようとはしません。人は自分が理解できないことは否定する傾向があります。体験したことがないので想像だけでは理解するのにも限界があるのでしょう。そういう場合にはやはり思いやりと歩み寄りが必要です。 100% 分かってもらおうとするのではなく、相手にも理解してもらえるような例え話などで伝え、 50% でも分かってもらえたら大成功ではないでしょうか。例えばあなたのパートナーが HSP で、あなたは HSP のことを 100% 理解するのは難しいと考えているとします。そういう場合、パートナーさんの気持ちを 50% でも軽くさせてあげられることができるとしたら、自分は何をしてあげられるのか、その誠意を見せるだけで十分だと思います。私は外出は 3、4 時間がマックスです。 3、4 時間経つと意識が朦朧としてきて、体力も気力も吸い取られた感覚に陥り、帰りたい帰りたいを連呼するようになります。その場合はたとえ買い物の途中でも帰ります。例えば何か用事に出かけていて、用が終わったらだらだらおしゃべりなどでその場所に残るのではなく、さっと後ろ髪引かれる思いもなく、さっぱりあっさり帰ります。 100% 完全に他人に分かってもらおうというのは不可能です。あなたが相手の考えを 100% 理解できないのと同じで、 20% でもあなたのことを分かろうとしてくれる人がいたら、それだけでも十分感謝なのです。どうして誰も分かってくれないんだろう、どうして世の中こうなんだろう、思考を自分のコントロール不可能率が高い外側に向けるのではなく、自分でコントロール可能な面に向けます。このシチュエーションになった時、自分はどうすれば少しでも心が軽くなるか、プレッシャーから解放され平常心の自分に戻れるか、自分の気を軽くしてあげられることができるのはまず自分です。自分ができることを自分で考えます。全員に効果のある一つの方法なんてありません。だって私たちはみんな違うのだから。あなたが欠点だと思っているかもしれない、それもあなたの大切な個性です。